はい、皆さんこんにちは、ホモダルです。それでは実況パワープロ野球9やっていきましょう。前回ですね、帝王実業にボッコボコにされました。はい、いやあれは本当に申し訳ないとしか言いようがないですね。いや次のですね、なんだっけ、夏の大会か、夏の大会ではですね、絶対にですね1位を取ってみせます。はい、もう絶対に1位を取りたい。よし、総力、いやマジで爆発しないで。ここまで来て爆発したらもうやだよ。よし、基礎練習そんなやってないけどな。あなたはアハルカちゃんと覚えてました。食事でもどうぞと。両親にコムさん、あごめんで、どうでしょう。よかった、豪華ディナーをごちそうになった。はるかって金持ちなんですかね。まず自己紹介、猿山たけしです、よろしくお願いします。まあいつものやつですね。あ、猿山の紹介終わった。これでしょぼいな。というわけで守備の友情タッグいきましょう。よし、あ足が痛むと。テレビでも見るか、ぼっちガチャ。あ、すむくん何してるんですか。監督の今日がないと見ちゃいけないんですよ、夕方までいないし。レイキューと。オリックスここを抑えれば2対0で完封勝利です。スライダー、カーブ、フォークを高めに使い2ストライクまで追い込んだ。151キロストレート、ピッチャーの進藤、完封勝利です。これで進藤ハーラーダービートップに躍り出ました。進藤なんですけれども、これもですねなかなか有名な選手なんじゃないでしょうか。セブンに登場した選手でですね、まあオリックスに入団します。で外国に移籍するかもと噂があると。で進むくん、これで進藤選手をですねちょっとですね、まああの気にかけるんですね。でこれがですねパワープロ10に続くんですよ。これが本当に素晴らしい、ストーリーが面白い。これですねぜひまあ見ていただきたいと。まあ実況やるのでですねぜひ見てください。はい、で僕は、敗退して気がついたんだよ。速球変化球とも一流だったということが二の舞になる、なりかねないんだよ。超一流のウィニングショットが必要なんだ。ウィニングショットの開発をするよと。でこれですね、ウィニングショットがどうやって開発されたかっていうのがパワープロ9で明らかにされるんですよ。これはですね見どころですよ。松井選手、あ間違えた、真似しないにしちゃった。いやこれですねすごいですよ。よし、はい、ホームに時間あるか、開発さん付き合うぜ。パシどうだ、うん、いつもストレートだな。今日はここまでにしようと。疲れが溜まった、あ結構溜まったな。碇くん友情タッグしよう。ふむむ、おマッサージ、おいいねマッサージきた。はい、ということで信じられないくらいでかかったと。何が出てかでかかったのかは言わないと。基礎か、そうだな、これはちょっともうどうしようもないな。休むか、走る、お、しょうがない、総力で。オール A はまあ無理ですね、今回全然ハマんなかったんで。新作ゲームでやんすかと。こいつら甲子園近くだってのにゲームやってるよ。これは秘密のビデオでやんす。これどういうビデオかによるんですよね。すっげーでやんす。でも体力は減らない、正しい弾道が上がると。まあどういうビデオかは皆さん、想像できたかと思います。まあ、弾道が上がるなんてね、もうね、よほどうはーんなビデオですよ。うはーんなビデオですよ、本当にね。練習したいな、術とはしましょう。これはまあ素振りでいいですね。ブンブン、ブンブンブン。
まだか。休みますか。ポット1軍入れ替え試験と8点以上。まあこれで最後ですかね、入れ替え試験は。まさか。おサラヤマがなんと1軍下でやつよと。おおマジか、体調崩しても1軍上がれんのかい。サラヤマか、いいのねえな。どうしよっかな。サラヤマでもちょっと組んでみますか。お体力最大値上がった。筋力やってんなと。筋力全然やってねえよ。出た、寄り道イベント。グラブを新調したと思ってたんだ。おいおい、こんなグラブを買ってんのかい。特注モデルしか買わないんだよ。なんで。さすが金持ちですね。金持ちですねって言おうとしたら評価下げてきやがった。よし、総力、総力はまあまあちょっとやってたかな。メンタル打撃、噛み合わない、噛み合わないな。全然本当に本当に噛み合わない。よいしょ。どうしよっかなマジで。イカリ全然打撃来てくんないもん。そして総力か、総力いらねえんだよな。もう技術が欲しい。技術ちょうだい。わあ来た。ここの交差点は車が多いな。なんでござるか、交差点にバナナの皮が。船でござる、そうでござる。スム君キャッチャーフライ。はい、ブーブー車。ふうよかった。スム君がバナナの皮に踏みそうになったから。キャッチャーフライだったらスム君なら突然話しかと思ってね。これですね、友情タッグを組んでると、あのスム君の自己イベントを回避することができるんですよ。これパワフル高校の時やりましたよね、自己イベント。あれを回避できるんですよ。ああれもう組めてたか、イカリ。あそうか、さっき組んだか。それはいや、イカリマジでやっと来てくれたか。友情タッグやっと見せれましたね。やっとサムネが作れる。よし、やる気も上がると。で地方大会ですね。おスム君やっとできるやつね。つぶれや、あつぶれやもいるね。手塚は回さないと。まあそれはしょうがないね。あれ猿山いる。猿山、あ猿山はいないんだ。まあさすがにダメか。玉青年か。よいしょ、肩やっぱ強くないとね。おそよ風高校、お互い気持ちよくハツラスプレーをしようぜ。よろしく。なんだか爽やかな高校だなって。アバターのいた高校なんですけどね、主人公覚えてないっすね。はい、というわけで、勝利いたしました。ですね、バントの作業をしてましたね、ずっと。もう点数いらねえやと思ってバントずっとしました。総力どうしよっかな。総力 A にしてもな。こんな感じか。まあ総力上げていきますか。まあ爆弾がね怖いですけど。おっと怖いな、本当に怖い爆弾。はい守備がアップと。おなんやまたお前らかつまらんの。これ犯人ですよ、バナナを仕掛けた。というわけで互角攻防をやっていきましょう。はい、ということでですね、勝たせていただきました。ホームだけですね、ホームランを打たせていただいて、あとはですね、バントで回収作業をしていました。パワフル高校、パワフル高校はやっていきましょうかね、決勝なんで。あでもちょっと試合がひどかったら。はい、というわけで勝利いたしました。ですね、まあ見せるような試合でもなかったので、はい、バントだらけだったので、ということで、まあヒットゼロと。全力で戦ったんだ、悔いはないよ。で勝ったか。打撃、まあちょっと、バッティング練習でもしていきましょうかね。
ただ友情タックの方ができるんだよな、これマジで。友情タックにしてくんないかな。ここは守備いくようなもんでもないな。ちょっとメンタでいきましょうか。打撃練習やってんなと。もう打撃練習普通の練習できないよ。お、来た。ラララララララ、僕たち爽やか波乗りボーイ、今日は爽やかによろしくねーと。なんで歌って踊ってるんだ。イカリと同じ系統の人間だな。再生でもイカリ2個か。こんなやつと一緒にするな。これイカリと同じ人間か。すげえ言われようだな。ということで甲子園1回戦目、爽やか波乗り高校ですね。この高校も結構有名ですね。この高校の共通点はですね、みんな流し打ちを持っています。さすがですね、高校の特徴を生かしてますね。おっとっと、負けてるぞ。よし、まあ、甲子園はねさすがに見せていきますよ。はい、それと結構ねボールに投げることが特徴だったりしますね、パワープロは。てかライジング完成しなかったな、そういえば。あ、ライジングショットって言うんですけどね、マイカリのオリジナル変化球は。まあ、これはそうか、パワフル高校編で見せてるから。おっと、あれ、え、マジか、今取れないか。ジャンプすりゃ取れましたね。おっと、やばいぞ。あ、でも危ない危ない危ねえ。結構いい値でしたね。よし、進むくんはですね、アベレージヒッターを持っているのでミートカスでいきましょう。進むくんね、なぜか広角打法持ってるんですよね。パワーがねそんなないんですよ、進むくんって。そうだ、進むくんの、あ、進むくんの能力見せていきましょうか。イカリくん、進むくんはですねこんな能力です。はい、まあパワー以外 B ですね。よいしょ、あー、これダメだな、風かな、風でやられましたね。つぶらや、よいしょ、当たりはいいんですけどね、なぜかヒットにならないという悲しい現実。寺西、よいしょ、いいね、ナイスヒット。コムムまでに流したいですね。これどうなんだろう、パワーがちょっとね、強振でいってもいいんですけどね。お、パワー B か、強振でいくか。ボール、おっと、これはダメだな、ちょっと、ちょっとダメですね、振り遅れた完全に。小沢、ほい、あー、外れる。これは取れるでしょう、さすがに。はい、取った。まあ1回戦目にね、甲子園1回戦目に当たるチームも結構重要なんでね、強いチームが来るときは強いチーム来ますし、結構ですねいっぱいいるんですよ甲子園。パワープロ5、あ、5じゃないわ、9は。フォークで仕留めましょう。はい、終了。まあ、結構ですね、あの角っこに投げることがおすすめですね。ホムム、うわーマジか、ホムム成績ひでえな。ストレート来たー、ラッキー、今のはラッキーボールですね。いやー完璧に捉えた。はい、というわけで2対2と。まあこっからはちょっと順調にヒットで。おっと、今のデッドボールいけましたね。いけばよかった、もったいない。よいしょ、いいね、ナイスヒット。今のね帝王とかだと取られてますね。まあコンピューターレベルねそんな強くないんでね、ここら辺も。桜井、おっと、進化か、微妙な変化。よいしょ、いいね、マジでマジで今の取った、強襲丸かよ。
ちょっとツーアウトなんで強振でいきましょうかね。ワンチャンのホームランを。あれ結構取るな。強襲に強いですね。今の時代だとね、意外と取れないんですよ、ああいう球。碇君の試合見てもらったら分かると思うんですけど、全然取れないんですけど、なぜか今回取れている。不思議。スローボール暗い。あーボールね。ちょっとなんかスローボールやっぱり甲子園とかになるとあんま振らないですね。 OK、 ストレート。おっとボールか。フォーク。ういカーブ。はい、ストレートをここら辺に投げると、おっとマジかい。絶妙な当たり、絶妙な当たりで取れなかった。はい、おっといいですね。これはさすがに取れるね。チェンジド。いやーここでまあ9回だってさすがに終わりたいですね。ボール進む君にデッドボールしていいんだよ。来た。あーダメだ、こういうね。碇ホームラン打ちたい。あー今の微妙ですね。来た。あーマジか、今の打てたな完全に。つぶれや。あーマジでカーソルからね、思いっきり外れますかね。コントロール悪いと。だからコントロールね、悪い方が強いっていうね、謎の仕様ですよね、これは。むしろコントロールいい方が、なんていうんですかね、こう苦労するっていうか。だからね、コンピューター相手とね、意外と釣り上げ取れてないっていうね。そこがまあ当時って感じがしますけど。よし。まあただ暁なんでね、こんだけ。うわーマジで進くん何やってんの本当にさ。進くんマジでさ。よしカーブいけ、ストレート。おっと、ああダメだ、くそ。あマジで間に合い。あこれはいける、これはいける、アウト。やった、素晴らしい、素晴らしい。レーザービーム、さすがホームーム。肩育ててと言えてよかったマジで。うん、これもアウトだね。いやー素晴らしい今のは。てか普通走るかって思ったけど、あれ、マジでいってんの今のは。くそー最悪、なんかダメだな。これは取るよね。 OK、 危ない危ない。よし、やっぱ今のパワープロは相当やりやすいですね、こう改めて思うと。あーボール、疲れてますね。よいしょ、いいね。これでねゲッツーにならなければいいなって感じなんですけど。よいしょ、あーファールね、消えましたね。チル、よいしょ、いいね、ナイスナイス。走っといてよかった。あ危ない危ない、ちょっと順調にいきます。おお北疲れたか、北側が疲れましたよね。渡辺シュートとスライダーですね。いいね素晴らしい。ちょっとこれも、うん、まあ打ち明けて勝ちなんで適当に打って勝ちましょうか。よいしょ、はい勝ちですね。はい、終わりだ。はい、お疲れ様でした。よし、いいですね。いや、結構、10回までいったか。いや、次なんですよ、問題が。次が問題、本当に。アンドロさん。アンドロさんはマジで、あ、アンドロさんってネタバレしちゃった。なんてことだ、負けるなんて、かっこ悪いから、ありゃしない、ありゃしない、ありゃしないと。守備、あーいないか。まあ守備でいきますか最後は。
順調に決勝に駒を進めたと。手を実業が決勝に上がってくることは間違いないな。ポチ。0対1でアンドロメダ学園が勝利しました。完封、しかも10失点なんて。そんなすごいチームと拙者たちが戦って勝てるのか。ちなみにですね、アンドロメダ学園高校なんですけれども、パワープロ2011にですね、登場するというか、まあ、サクセスでプレイできる高校になりますね。その解説動画もですね、作っていきますので、ぜひ見てください。ドヨーン。おいおい、俺たちはそんな情けない後輩を持った覚えはねえぞ。一ノ瀬先輩、二宮先輩、ったくちょっとは兄貴たってか、なんだこの新規臭さは。今までの練習を、ふう、きっと勝てるぜ、後輩なんだから。関係ないと、野球を、そして勝つ。そうだな、よしみんな気合いでいくでござるよ。お、スタミナやべてござる。敵お前たち倒す。我らメガに最強の能力を与えられし者。勝利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 。気迫はまるで違う。実力を想像を絶する強さに違いない。敗れた高校のためにも負けるわけにはいかないでござる。行くでござる。ということでですね、最強高校になります。アンドロメダ学園高校。最強高校っていうと紛らわしいな。最強高校もね、パワープロ13にあるんでね、まあ最強高校ではないですけど、まあ、最強の高校です。パワープロ9におけるバカ強いです。はい、後で能力見せていきます。もう恐ろしいですよ、アンドロメダは。いやマジで勝ってほしい。うーわ、ボコボコじゃんボコボコですね。というわけでちょっとスコア見ていきましょうか。もう絶望しますから。これ大西固有ですね。A スライダー4、カーブ4、フォーク4、スクリュー4、しかもコントロール F、 スタミナはめちゃめちゃあると。でまあ控えがこんな感じと。で大西はですね、基本的に降板しません。恐ろしいスタミナです。はい。でコントロールが狂ってるので、まあ全然ね、投球活動がずれまくるんでダメですね。でそして、チームメイトがこんな感じと。これはね、もうね、なんか控えとかスタメン間違ってますかね。強すぎ、本当に。アンドロメダ学園高校ですね、実はですね、非常に、危険なですね、高校でですね、大丈夫博士っていう博士がいるんですけど、よいしょ、それのですね、作ったアンドロゴーグルってやつで、強くなってるんですよ。だから、いわゆるドーピングみたいな。ドーピングのめっちゃ効果長い版みたいな。だからね、めっちゃ卑怯なんですけど、まあ、ただ強いんですよね。で大西もですね、初期の頃めっちゃやばいですよ、こいつ。めっちゃヒョロヒョロですから大西。ただ大丈夫博士の力によって、まあなんかヒョロヒョロじゃなくなったっていう話がですね、パワープロ2011にあるんで、ぜひやってみてください。面白いです。結構ですね、いろんなパープル9の小ネタとかあったりですね、めちゃめちゃ面白いんでおすすめします。というわけでやっていきましょう。で大西はですね、速球中心の特殊能力を確か持っていたと思うんで、まあ基本的にストレート狙い、そしてですね、デッドボールもできるだけ取っていきたいなというふうに思っています。よいしょ、あーこれダメですね。これはもうこの辺りでアウトです。もうね、高いとアウトですから。でまあストレートを投げることなんで、まあできるだけですね、強振で打ち崩してはいきたいんですが、来た、いいね、これはヒットですね、さすがに。うわーマジか、風が 4m も吹いてる。肩いいですね。危ねえ、危なかった今めちゃめちゃ。で潰れやと、これね、できれば遠くまでヒットを飛ばしてほしいですね。それかまあデッドボールでもいいです。ちょっと待ってみましょうかね。おっと、これはもったいない。おっと、ちょっと打たないとですね。あーマジか。まあまあでも怒りをとにかく進められたんで。だただヒットを打たないとなんですよね、ここで。うん、厳しいな。よいしょ、いいね、1点ゲットと。
あと1点欲しいですね。せめて引き分けに。おいしょ。大西やっぱコントロールが悪いんで暴投が多いですね。あーミスった。これ悪球だ悪球。スクリュー。いやー走んないよ。オッケーオッケー大丈夫大丈夫、気にしないで。あーダメだ、あーダメだ。次のホームームで、まあ、できるだけホームランとか大きい当たりを打っていきたいですね。ああ今のダメだな。ちょっと端っこで、本当に端っこで。碇君もね結構スタミナとコントロール、あやべ、ああこれはやらかした。もうダメだよ本当に。強いわ、勝てる気がしないですね。ただバントだけで勝った人もいますからね。ちょっとねそれは動画にですね YouTube に上がってると思うんですけど、ぜひですねそれ見てください。面白いですよめちゃめちゃ。もうこんなチャレンジすんのみたいな。バントだけ本当にみたいな。よしアウト。三浦、ここら辺で、おっとこれはこれは取れますね。取れないね、これはホームランだね。あー恐ろしいこの高校、強すぎる。そんなに合わせてくるかね。やべえマジか。おっと危ない危ない、もう本当に怖いわ。あと3点もう泣きそうですねこれは。一種の罰ゲームですね。おっとストレート、ああマジかよ、打ち上げた。変化球多いのずるいですねやっぱ。カーブスクリュー、よいしょ。やっぱ地道にミートかな。でストレート狙いで、ストレートと、できればデッドボールで出塁って感じがいいですかね。カーブめっちゃ変化するけど、ああミスった。いやなんか下手に振らない方がいいですね。おっとフォアボールいけるかこれ。ああ無理そうですね。ああこれフォアボールいけた、もったいねー、もったいないこれ。うーわうわー、もうボロボロだよ碇くん。手塚に任しましょう。うわーこれ負けたくねえな。でもあと3点だし、あと3点取れば同点だし、まあ4点取んないとか。4点は結構絶望ですね。よいしょスライダー、スライダー高め高め怖いですね。ホームラン打たれそう。よいしょ、あ、いいね。OKOKOK。川野。あと2人抑えれば。こっちの打順に回ってくる。スライダーくらい。わっと、これは OK。ふぅ、怖い。大西。大西さん、変な球打たないで。よいしょ。ちなみにですね、大西はですね、パワーフェスのラスボスになりますね。まあ、パワーフェスっていうのはですね、パワープロ2018とパワープロ2016に出たですね、新たなモードでですね、非常に面白いので、ぜひ皆さんやってみてください。結構ですね、パワープロのサクセスを盛り上げようっていう、まあ、感じがあるんですよね、運営様から。おっと、これはアウトだ。あーマジか、ホームラン打てばいい。まあねストレートを狙っていくって言ってもね、なかなかね合いづらいんですよねナインは、強振が。あー今の、うわここいいコースだな。おいいね、今ボール球でしたけどね完全に。手塚、いや手塚は交代はねさすがに困るんで、
まあ手塚に行ってもらいましょう。フォーク、よいしょ。あーマジかよ。ぐはまさか効果を伝えることが敗北。悲しすぎるこれ。負けてしまった。我らは常に勝利、最強こそ我らの存在民、勝者こそ我ら勝利勝利勝利。全員集合、不本意な結果に終わった。となるように、精進しろ。最後くらいちゃんとスムクに任せたいんだけど。というわけでスムくんがキャプテンになります。じゃあ今日せーの野球しようよとパワプロのキャッチコピーを、ここで言いますね。ありがとうございました。挨拶終わり。紅白戦でもするか。おいお前たち何こっちに。全くしょうがないやつらだ。楽しく野球をやるか。どうやら私も教えられたようだな。これですね。で、サングラスの奥の監督の表情は笑っていて気がしたと。これですね、帝王実業高校とかですね、帝王実業大学か、パワープロ11の。すごいですよ、このお話、本当に。監督が野球の楽しさをもう一度改めるっていう。100% ないか他人事だけど、と。イカつき、イカつきじゃない、怒り。はい、怒り。お、ライオンズ。これですね、ちなみに、あ、てかジャイアンツにすればよかったな。ジャイアンツにするとですね、イカリの反応が変わるんですよ。なんでお前がジャイアンツ1位なんだっつって。で、イカリがですね、大学に行くっていう。来年からお前とは敵チームだな、日本シリーズで会おうぜ。真の勝負はプナイ入ってから、それを忘れるな。家族、近所、すべてのプレーを祝福してくれた。あまり勉強してもらった教室。あ、まあまあ、これはいつも。のメッセージですね。これなくなりましたよね、パワープロ最近の。これ欲しいですよね、このメッセージ。なんかね、終わった感があるんですよ、これやる。うわ、11か。ちょっとやめとこう。まあ、しょうがない。パワー上げますか。めっちゃ余ってるけど、どうしよう。初級丸。めっちゃ余ってるけど、こんぐらいですね。まあ、あんま強くないですね、これは。で、高卒と、ルーキー、1月に。よし。まあ、こんなもんでしょう。よし、OK です。というわけで、本部もできました。まあ、もっと強くできましたね。タッグがあんまり噛み合わなかったですね、本当に。まあ、今回はしょうがないですね。ということで、この辺で終わりたいと思います。それではですね、次回、そよ風高校編でお会いいたしましょう。それではお疲れ様でした。さよなら。